お世話になっております西川の雄大と真田純次だ健介です。お前ら、はい、ポケモン知ってますか？知ってます。ちょっと知ってます。何も知りません。10月にポケモンダイヤモンドパールのねリメイク版が発売されるの待ちきれないじゃないですか。待ちきれないです。ポケモンとダイヤモンドパールって何が違うの？同じもの。ポケモンダイヤモンドパール同じもの。そう、小学校までの間ってさ、ブラジル人ってサッカーしか知らないからさ、マジで。いや、お前2006年サッカーやってたんだ。そうだ、ずっとやってた。俺たちは家でポケモンやってたよ。そうだ、お前らがポケモンやってる間は俺ずっとサッカーやってた。俺は公園でポケモンやってたけどね。お前は公園なんだ。俺公園だよ。ダッサ。で、その僕らのね青春のゲームをもう全世界の人と共有したい。ポケモンの知識をね再確認してほしいわけですよ、皆さんには。なるほどね。面白い。ルールはシンプルで、ポケモンを見せます。今からそのポケモンの名前を英語で手に持っているホワイトボードに書いてください。で、英語名がより近い人にポイントをあげますと。で、合計5問出題します。はい、ルールは OK ですか？了解です。もちろんそのポイント制ということで、ポイントが一番少ない人はポケモンの知識が足りないと、あと愛も足りないと、もうそんなやつにはね、ディアルガーをマスターボールで捕まえてほしくないの俺は。おい、でそのためにマスターボールって配布されるんじゃないの？お前らさ、制作時の裏側考えて、ディアルガーの曲はディアルガーにしか使われないわけですよ。それをね、マスターボールで30秒で終わらせていいのかと。それも愛ないじゃないですか。そういう愛がない人にはダイヤモンドパールを購入してもらって、ドータ君をねマスターボールで絶対捕まえてください。一番最初に出会ったドータ君。まあ、要はそれしょうもないポケモンをマスターボールで捕まえろってこと。ゲームプレイ中に1個しか手に入らないレアなアイテムをしょうもないポケモンに使うの。希少すぎたよ。じゃあ皆さんルール分かりましたか？はい。それじゃあお前らポケモン捕まえに行くぜ。ポケモンゲットだぜ。はい、それでは第1問目じゃん。こちらの名前、日本語ではリザードンと言いますね。リザードン。なるほど。これはね、初代御三家の炎タイプの最終進化系リザードンですね。こちらの英語名をホワイトボードに書いてください。どうぞ。はい、これはもう簡単ですよ。はい、はい、知らないよ。まあ僕はもう海外で見てたんで、サトシはもうずっと言ってました。へっへっへっつって呼吸のようにこのポケモンの名前を言ってました。あ、ガチじゃん。まだこれレベル1でしょ。ね、うん、だからレベル1だから、そうって考えたら俺はもう余裕です。うん、はい、できました。わかんなすぎでしょ、こんなダードンっていう言葉を英語にしてるだけじゃないの？違うんです、甘いんです。甘いそれ甘いです。リサージンみたいなこと言ってないんですか？リサージン、いけ、リサージン、レッツゴー、リサージン。あとヒントを言うと、このリザードの見た目も関係している。で、炭にするっていうような意味合いが含まれている。へぇ、そんななの？そうなの？だいぶヒント当たりやね。マグも自信ありげだね。そう、だってもう言われた通りのやつ書いてあるもん。あ、じゃあ今のヒントも割と分かったの？まあ分かってる。お前ミス、やっぱこいつ見るわ。こいつめちゃくちゃ見る、人のさ、ポーカーの手札とか。いや、ポーカーの手札マジ見てないけど、今は見た、確かに。見える状況ができたら見るよね、そう。当たり前じゃん。当たり前じゃねえよ。わかんなすぎだろ、これ、普通にマジで。もういいや、これで。よっしゃー。わかんねえもん。いや、皆さんわかりましたか？はい。はい、マーク自信あるっぽいんで、最初に雄大から。はい。行こう。じゃあ行きます。もう、オーソドックスに。はい。いただきます。はい。ファイヤーバードドラゴン。です。いやいや、そんな笑う？リザードなんでバードとドラゴンがさ。いや違う羽生えてるちょっと鳥っぽいでドラゴン。鳥かあれ。違うのかよ。見た目ドラゴンっぽいじゃん。じゃあ次順次。こんなのなくていいのかな、わかんないけど。はい。何？フラッシュファイアブルーウィンドラゴン。お前その見た目そのまま言ってるだけやん。フラッシュのように速いファイヤーを、ね、ー放てるドラゴン、そして青い翼ブルーウィンドラゴン。なるほどね。じゃあ最後、まあ、自信ありげなマーク、はい、まあ、正解はこちらですね、チャリザード。こちら考察は知ってた。ああ、英語版のポケモンでもうずっとサトシがもうずっと言ってた、チャリザード I choose you。 君に決めた。ポケモンってさ、スなのよ。なんかこう、あー、そっかそっか。え、英語もスなの？スだよ。あーね。ってことで正解はチャリザード。チャリザードでマーク正解。そうなんですよ。まあね、リザードは見た目がね、トカゲだからリザードって。あー、てかそのまま入ってんだ。はー、面白い。面白い。何これ。もうブルーウィングドラゴンとかも全然違う。そんなめって感じ。ファイヤーバードドラゴン I choose you。 ダッサすぎな。じゃあ2問目、はい、これはね、ダイヤモンドパールの中でもめちゃめちゃ強いと噂されていたあのポケモンです。知ってるポケモン何ですか？じゃん。なんだっけこれ。でもなんか、はい、
ガブリアスと言いますね、こっち。なんだっけ、これ。でもね、ちょっと分かる気がする、僕。さっきのリゾートみたいな感じでさ、意味があったりするのかな、名前に。まあ、私はその語源を見てるんですけど、はいはい、まあ、一緒ですね。何かと見た目が、こう、ガチャーンとなっているという。なるほどね。名前に来たりするのかな、やっぱガブリアス。あー。だから、エータンが検索したいけど、わかんねえよ。いやー、まあ、でも、偽に行くわ、俺。あー。むずい。チャリザードみたいなも本当にすぐ耐えてくるやつだね。でもそんな感じ分かっちゃったかもしんないね。いいんすか、まあ、じゃあ俺最初行くわ。じゃあ口元を見た結果ですね、これワニなんじゃないかなと思って、うん、ワニってクロクダイルじゃないですか、はい、でその後まあちょっとどうしようかなって、まあちょっといろいろ考えたんですけど、僕の回答はクロッキーかなとは思います。クロクダイルだから最初の黒は絶対合ってると思う、うん、でもなんかちょっと偽に行きたいんで、コラの答えに僕ちょっとオーソドックスでクロッキーでいきました。次順次ドン。シャーバイトリアス。どういった、見た目がまずサメっぽい。シャーク。なるほど、シャーク、シャークのサメね。で、口元が噛むでしょ。あ、これバイト、バイト、そうそう、バイト。なんか最後リアスに合わせてシャークバイトリアスみたいな感じで、あ、最後はもう言葉の流れで、そう、最後これに似せた。お前急に上手くなったじゃん。ね、急に上手い。シャークバイトリアス、オッケーオッケー、これは感じ、こんな感じ。これ芸術点もらえるぜ。急に上手くなった。じゃあ最後ユダ。はい、せーの、バイサウロアス。え、待って、お前ら上手くなってるよ。すごいすごい。もう同じです。バイはバイトの噛む動作で、サウラスは普通に僕は恐竜に見えたんでバイサウラスにしました。じゃあ正解発表いきます。うわ、これドキドキする。正解はガーチョンプ。ガーチョンプ、チョンプ、噛みちぎるっていう。そうだ、英単語がね、チョンプって言いますよね。クロッキーなわけねえだろ、こんなのイカチーモンスター。クロッキーはやばい。まあこの中にね、得点あえてあげるとすれば順次かなと。じゃあやった。はい、じゃあ3問目いきます。はい、みんな大好きこちら、じゃん。なんだよこれ。こちら日本語でビーダルと言いますね。ということでお願いします。うわ、この動物を知ってる。動物っていうのはポケモンっていう。イーダル。イーダル、歯関係なさそうだな。歯関係ないよ。歯関係ないよね。いや、いける。俺もう、俺わかんないわ。はい、ペイペイペイ。自信のある人から。はい、いきます。むずい。ベアラック。ほう、ベアとラッコ。そう、なるほど。ベアラック、まあ、ラッコの英語表記はわかんないけど、とりあえずベアラック。じゃあ順次行こう。Sir。 あ、水のね、波乗りね。怖いは、この見た目が、あのリスっぽい、スパイラルっぽいと思って。で、ピークは最後、ブードピッカーっていう動物してる。ビビビビってこの、テタタタッとするこの動作がピーク。じゃあ最後、マーク。いやー、もうさっきとちょっと似てるんですけど、フラッピーお前好きだな。ここの、あのプラはなんかプラタプスなのよ、これは。プラタプスっていうのは動物わかんない、そうかもしんない。あとまあ P つけて可愛くしたって感じですかね。あ、俺ユーダイが正解な気がするんだよね。正解はこちらです。ビバレル。ビーバレル。ビーバレル。まずこちらポケモン見た目がね、ビーバーじゃないですか。うわー、ビーバーか。ビーバーだ。うわー、これすごいよ、ポケモン考えた人すごいよ。ラッコとかもなんかビーバーに近いかなと思っては言えないから。いやー、そうなんです。ユダくん1点です。マジャス。4問目、はい、今のところポイント整理すると皆さん1点1ポイントです。4問目こちら、じゃん。あー、かわいい。かわいいね。 EV。 EV の英語名答えてください。あー、むずいよ。 EV でしょ。こいつは何をするモンスターですか。戦う。EV。 あー、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ノー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 、わかっちゃった。なんだろうな。いや、俺これね、いける気がするわ。じゃあ、マークから。俺から言っていいですか。はい。もう、EV です。理由は、ピカチュウとイーブイってポケモンのメインポケモンじゃん。確かに。で、ピカチュウって名前変わってないのよ。ピカチュウは確かに全世界ピカチュウらしいですからね。で、イーブイもさ、言ってしまえばさ、もうみんな大好きじゃん。要は上位ポケモンじゃん。だってあのスイッチでもさ、レッツゴーピカチュウとレッツゴーイーブイってゲームある。そう、それぐらい人気のあるキャラだから、多分統一性はあると思うんだよ。デジ。はい、イーブイフォックス。で、EV、どういう意味かというと、さっきケンスケが言った進化、イボリューションの意味が込められてる。で、見た目がフォックスっぽいと。はい、ラスト。いきます、はい。キャッツ。っていう。答えは、EV。おーおーすごいすげえやーおーちなみに、スペル
こちらですね。うわ待って、まあ惜しい惜しい、まあ惜しい、まあだから多分海外版のスイッチの外でも、うん、熱語イーブイになってるんだろうな。それそうか、それ熱語キャッツなんて言わないじゃん。ということで正解はマークの EB でした。うわーすごい、きしゃいきしゃい。じゃあ最終問題こちらですと、じゃん、月光が海外人気が熱いこいつ、月光が、月光が、よしできました、自信ありです。どうぞ順次さん、順次さん、じゃあ一番遠いから俺でいいよ。申し上げます、多分俺が一番遠いから俺でいいよ。はい、シンプルに考えて3つ意味を、ね、込めました。はい、トラッシュフロッグ、トルラス、トルラッシュフロッグ、おこれどういう意味かっていうと TOR はトルネードのトル、だからこれトルネードをねこうやってグググググって巻いてるわけで、ラッシュってこいつ切るわけよ、でスラッシュみたいな、なるほど、で最後変えるだからトルラッシュフロッグ。じゃあ僕いいっすか、ザック、だって海外受けだぜ、こんなにかっこいいんだよ。ザックでしょ、どう考えても。最後いきます、はい、カエルプラス人だと思ったんですね、単純に、うん、なんでフロッグ、ああ。人のことを表す ER でフロッグ、これでお願いします。じゃあ正解いきます、正解はグレニンジャ、グレニンジャでした。忍者か、忍者か、忍者、うわ俺忍者、俺書いてたわ俺さっき。ちなみに語源から言わせてもらえれば、あと忍者みたいな忍者ですよね、うん、フランス語でカエルっていう意味のグレノウイで、フランス語わかんない、ねえねえ無理無理無理だって、そんなグレ忍者、グレ忍者、これは点を強いて与えるとしたら大差で順次かな。あえ、どういうこと？フロガーで ER つけて、ER つけてお前人間にさせんのお前。はいはい、ポイントの発表します。はい、ポイント比べます。あ、2ポイント、2ポイント、ワンポイント、いやいや、ワンポイント、え、あ、そうそう、ER つけなきゃか、ワンポイント、君はワンポインターだ、ワンポインター、わかりました、わかりました。ということでね、一番知識のないザコの雄大君にはまあ、ポケモンのね、リメイク版買ってもらって、ドータ君をマスターボールに捕まえてもらうと。いや、よろしくお願いします。いや、もう楽しみにしてますんで、お願いします。お疲れ様でした、お疲れ様でした。これでね、ポケモンの知識も深まって、英語の知識も深まって、うん、シェアハウスに対する愛もね、うん、深まって、うん、ということで、チャンネル登録、うん、グッドボタン、うん、コメント、うん、どうぞ、家を復興するよう、よろしくお願いいたします。はい、お世話、お世話、お世話、ありがとうございました。終わり。